カルンはなんか神秘の方に近いかなっていう、オカルンだけ爆も見せてないんですね。モモは自分が可愛いと思う顔をずっと描いてて、もう何回も何回も描き直しては出してっていう感じですね。ここの顔が全然気に入らなくて難しいです。2019年の年末ぐらいだと思うんですけど、漫画が描けない状態だったんですね。それで担当のリンさんに、もう描けないんですけどって言ったら、何でもいいから好きな絵描いてきていいよって言われて、なんかすごい気持ちが楽になって、だんだんっていうものが出来上がっていきましたね。担当のリンさん、一番最初に会った時、自分の当時のネームを持ち込みで持ってって、まあボロクソに言われて、どうにかして面白いって言わせたいみたいなのがあったので、一から脚本術の本とかも買い漁って、どうしたら面白いと思えるのかっていうのをすごい考えて、その時は作ってましたね。ダンダダンを作る時にきっかけになった作品ではあると思うんですけど、ネタチョコを見直してて、貞子 VS カヤ子が面白いって書いてあったんですね。化け物には化け物をぶつけんだよみたいな、なんかいい意味でバカっぽいなと思って、ユーマとかそれこそ宇宙人とかを幽霊にぶつけてやれみたいな、これは成田徹さんの画集なんですけど、これがすごい好きで、これとかすごい気持ち悪いなっていう、こういう宇宙人いたら嫌だなって感じですよね。嫌だっていう感情も心を揺さぶられてるわけじゃないですか。そういう感情をもっと出していけたらなとは思いますけどね。設定考えのすごい好きですね。今のダンダダンって結構そのスケールは小さいところから始まってるんで、自分の中でも作り上げながらこう作っていく方が読者と一緒に見れるし、広げやすいのかなとは思いますね。これは全然ネームが通らなかった時のイメージボードですね。これは結構設定練り込んじゃって壮大になっちゃったからダメだったのかなっていうのは逆にありますけどね。就職できなかったんですよ。でずっとコンビニでバイトしてて、レシートピーって出してレシートの裏に絵描いてたんですよ。でそれを見られて、まあ、絵うまいじゃん、漫画家になればっつって言われて、それで漫画描き始めました。そのレシートは何ですか？あ、もう捨てました。はい、振り返るとかはないですね。なんか常に新しいものというかを取り入れていきたいなとは思ってるんで、とにかく上手くなりたいというのは常にあるんで、もう昔描いた絵はもうあんま見たくないです。漫画はやっぱり絵で表現する媒体だとは思ってるので、説明はできるだけしないようにしてるとか、とにかく絵で表現しようとは思ってますね。こだわってますね。ダンの存在は大きいですね。やっぱ好きなことを盛り込めてるし、描いててとにかく楽しいんです。あ、漫画描いてるなっていうのがすごい感じる作品ですね。見どころはアクションが見てほしいっていうのはあるんですけど、ラブコメとして描いてるところがありまして、なので二人の関係性ですね、オカルンとモモが近づきつつ離れつつみたいなところを楽しんでいただければなと思います、ね。